専門は高血圧を専門としています。特に二次性高血圧って高血圧の原因となる別の疾患があるかどうかそれを調べるようなことを専門にしています。血圧が高い方っていうのはかなりいっぱいいらっしゃって、だいたい140の90以上とかって健康診断で出ると以前高いですよっていうふうに出ると思うんですが、ただ血圧が高いだけで症状はないことが多くて、じゃあその血圧が高ければその薬を飲めばいいかっていうと、そういうわけではなくて、原因として人生高血圧っていって別の疾患が隠れている、例えば血圧を上げるようなホルモンが非常に多く出ていて、でそれが原因で血圧が上がってるっていうケースもあるんですね。なのでその辺を我々はちょっと力を入れて見ているんですが、ただその基本的には塩分を控えることが一番というか半分ぐらいはその治療になりますので、我々としては血圧が高いからといってむやみやたらにこう薬を出すのではなくって、まず原因をしっかりこう、検査とかであとお話をさせてもらったりとかして見極めて、で減塩だけで済むんだったら減塩だけ努めてもらうとか、あるいは先ほど言ったそのホルモンの異常でなっているようであれば、まずその薬を飲まないでそのホルモンの経過を追っていって、でその病気を正しく診断して、しかるべき治療を受けてもらうっていうことに力を入れています。必ず過ぎるわけないかもしれませんけれども、適度な運動は必要で、激しい運動じゃなくても有酸素運動をするとかですね、あるいはお酒ですよね。お酒を飲むとその時一瞬血管が広がって一瞬血圧が下がるんですけど、夜飲んだその翌朝は血圧がボンと上がってますので。過度な飲酒も血圧を上げる因子なんですね。ですが一応適量なお酒の量というのは決まっていて、アルコールの量でいうと1日 30g って書いてて、ビールだとアルコール 5% なんで、ビールが中瓶1本弱ぐらいが適量かと思います。そういう感じで注意していればいいのかなっていうふうに思います。海軍先生は血圧が高い、高血圧症の見るケースはかなり多いと思うんですね。お願いしたのはそこですぐにじゃあ血圧の薬を出しましょうっていうふうにするんじゃなくって、ただその塩分がどうとかそういうことをちょっと聞いてもらいたいのと、あとはやっぱりその二次性高血圧を否定するためにホルモンの採血をできればしていただきたいんですけれども、ただなかなかその採血って安静にしなければいけないとかいろいろ条件が厳しいので、そういうことでお困りのことがあったら、我々のところにご紹介いただければしっかりそこを鑑別にしたいと思います。で、あとこんだけもう高血圧の患者さん多いので、海軍先生と我々と連携して役割を分担しながら見ていければいいかなっていうふうに思っています。原発性アルロス損傷でもその治療は内服でやることもあれば、手術で高血圧が治ることもあるんですね。そこは、タカとも連携して、治療方針を決めたりとかですね、そういうことを、しています。あと他にも、例えば腎臓の血管が少し狭窄していて、それによっても血圧が上がるパターンっていうのもあって、それもやはり、画像検査とかをしないとわからなくて、ただレントゲン取るだけでわかりませんので、超音波とか、CT とかですね、そういうことを、やりながら、診断していくわけですけれども、その辺は、強みというか、我々がやるべき、使命なんでしょうね。その手術になるっていうのに一番多いのは、おそらく原発性アルロス損傷というべきかなと思うんですね。その原発性アルロス損傷でも、腎臓の上にある副腎という臓器から、アルロス損傷が病的に過剰に出ちゃう病気ですけれども、それも片側の副腎からいっぱい出るパターンと、両方の副腎からいっぱい出るパターンっていうのがあって、それは精査していくうちに分かるんですけれども、片側の病変であればそれを片側の副腎を摘出することによって高血圧が完治する可能性もあるんですね。その中でもその片側の病変っていうのは、そのうちの半分弱ぐらいは手術で治るようなパターンの方っていうのはいらっしゃるので、高血圧で手術って思うかもしれませんけど、実はそういう疾患を抱えている人も多いかなというふうに思います。高血圧から来る、脳梗塞なり脳卒中なり、心筋梗塞なり、そこから高血圧から
腎不全になる方もいらっしゃるので、そういう重たい病気になる患者さんっていうのをいかに食い止めるか、でそれにはどういうふうにすればいいかとずっと考えてるんですけども、もちろん血圧を下げるだけじゃなくてですね、そこに隠れている他の病気とかですね、未だ解明されてないようなこととかですね、そういうことをちょっといろいろ勉強しながらやってみたいかなと思っていて、それはその新しい治療法であったり、あるいは今こう分かっているその病気の新しいその基礎というかですね、そういうことがこう解明できれば、別のアプローチから治療を考えていければなっていうふうに思います。より患者さんの話を聞くようになりましたね。例えばそのどんだけこう、疾患に対する論文を読んで勉強したりとか、それに対する研究をしたりとかっていうことももちろん大事なんですけれども、やっぱり患者さんから得られる情報っていうのはすごく大事だなと思ってですね、患者さんが話してくれた情報っていうのが実はそのヒントになって、そこからアプローチすれば血圧が下がったっていうケースも結構あって、なので患者さんの話を聞いてとは当たり前なんですけど、詳しく聞いて、でそこから問題点をこう導き出して、そこからアプローチするっていう力が必要かなっていうふうに思います。私が腎臓内科に腎臓高血圧の中に入ろうと思ったのは全身を見たいからだったんですね。高血圧の生活習慣病の中でも一番多い病気なので、その高血圧を是正すれば、そういうようなその、研究とか新しい治療とかが開発できれば、いろんな病気もなくせるのかなと思って、そういう単純な思いでこう入ったわけですけれども、実際入ってみて、我々の腎臓高血圧内科は、腎臓だけ見てるわけでもないですし、高血圧だけ見てるわけでもないですし、内科全般にあたって全身を見るっていうのが全員の先生に締め立ってるので、それはそれですごく面白いんですよね。なのでぜひ全身を見たいと思っている先生はうちの科を目指してくれればいいかなと思います。で研究にしてもですね、診療だけじゃなくて基礎研究と臨床研究両方やっていて、で場合によっては他の施設で の留学とかですね、教授もそれを承認していて積極的にやっている方なので、そういう研究マインドを持った先生はぜひ我々のところに相談していただければなというふうに思います。